ワクチンの副作用を運に変えたい。皆さんこんにちは、ひろげです。はい、現在今僕はコロナワクチンの2回目の副作用で、ちょっと体がだるいです。はい。ワクチンの2回目、結構打った友達に聞いたら、2回目がめちゃくちゃやばいって言ってたんですけど、僕はなぜか、なんか全然痛くもないですよ。まあ、唯一、熱が37度で、腕が痛いとかそういうのはなくて、なんかちょっと、だるい、それぐらいですね。というわけで今回の動画は、はい、こちら、ウマ娘プリティダービーシーズン2のミニアートシートコレクション、これを開けます。まあ僕の考えなんですけど、コロナワクチンの副作用を運に変えたい。はい。今若干頭痛くなってきたんですけど、まあ、全然そんな痛くもないので、まあ、一応早めにこれを取り終えたいです。このアートシートコレクション終わった後にプリティダービー10連ガチャを1回やります。はい、こちらはミニアートシートコレクションといって、ザクッと言えば A6 サイズの下敷きが入ってます。パッケージには東海帝王、メジロマックイーン、ミホノブルボン、ライスシャワー、ナイスネイチャーで、ダブルジェット、あ違ったで、ツインターボ師匠が入ってます。ラインナップは全部で16種類で、帝王、メジロマックイーン、スペシャルウィーク、サイレンス鈴鹿、ウォッカ、ダスカ、ゴルシー、シンボリルドルフ、ナイスネイチャー、ダブルジェット、あツインターボ、イクノ、マチカネタンホイザー、ミホノブルボン、ライスシャワー、ハヤヒデ、ひたさとですね。ちなみにこちらは1つ220円です。今回僕はコンビニで3つ買ってきましたので、3つ一気に開けます。では1個目開けます。せーの、よっと。おー、ライスシャワーだ。おー、表はこのようになってて、裏はこんな感じです。この下敷き結構質感がいい、プラスチックになってて、てっきり紙と思ってたんですけど、ちゃんとしたプラスチックになってます。これ1枚220円の割には結構しっかりしてる。いや、すごい。はい、1枚目はライスシャワーが出ました。ちなみにガムはというと、あー、いつものガムですね。これ味が書いてないので、何味なんだろう。これ匂いで分かったんですけど、これはちょっと甘いガムですね。なんか、砂糖味のガムはあんま好きじゃないんですよね。では2枚目、開けます。せーの、よっと。おー、ダブルターボ師匠、やったおー、2枚目でいきなりドギアゴンバスター師匠が出た。いや、嬉しい。裏は一緒ですね。はい、これが我らがツインターボ師匠。いやー、これ早く実装してほしいですね。はい、2枚目はツインターボ師匠が出ました。では最後3枚目開けます。ちなみにこの全16種類で欲しいのはやっぱメジロマックイーンですね。僕はメジロマックイーンめちゃくちゃ好きなので、とりあえず当てたい。では最後3枚目開けます。せーの、よっと。おー、北里だ。おー、嬉しい。これアニメ2期の北里ですね。アニメ2期で北ちゃんが帝王にお守り渡しに行くシーンあるんですけど、そこで帝王2回骨折して、3冠も無敗も全然取れなくなって失望してて、あー、それいらないよって言ったシーンがめっちゃ辛かった。でもね、やっぱそっからの帝王の復活はめっちゃ感動するんだよ、これが。いや、もうほんとぜひ見てほしい。裏面も一緒ですね。はい、3つ目は北さんブラックと里のダイヤモンドが出ました。はい、今回3つ開けた結果は、ライスシャワー、ツインターボ師匠、北里が出ました。いきなり結構いいものが出たので、ガチャ外れそうだ気がするなはい、ではガチャを回します。ちなみにジュエルは1600個あるので、とりあえず10連1回と単発1回回します。ちなみに僕はダート走れる子だったらもう何でもいいので、とりあえずダート適正の子と、あとはマンハッタンカフェ、これが欲しい。僕最近ガチャことごとく爆死してるので、ワクチンの副作用を運に変えたい。では10連回します。あー、金の扉でも理事長でもない。文字は、あー、なんか嫌な予感。うわー、やばい。一個も出ないのはまずいぞ。うわー、お願い。虹。虹。あ、多分次で終わりだ。あー、ダメだこりゃ。うわー、ハズレだ。じゃあ最後、単発一回回します。ああ、ダメだ。あっちゃー、マジかー。くっ
そう、ダメだったか。はい、ということでコロナワクチンを運に変えるつもりがガチャは爆死しました。はい。でもその代わりミニアートシートコレクションは結構いいのが出たので、まあ良かったです。はい。やっぱワクチンの副作用でガチャが当たるということはまあなかったですね。はい。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。